平手友梨奈ハイブ傘下の事務所との契約終了、新たな環境での飛躍を引き続き応援してまいりたい。平手友梨奈は日本の女優、モデル、歌手、ダンサーであり、アイドルグループ欅坂46の元メンバーです。2015年8月21日、欅坂46の最終オーディションに合格。オーディション曲はザールフィーの星空のディスタンスです。アイドルグループ、欅坂46のダンスセンターに選ばれることも多い。彼女が初めてセンターに選ばれたのは、2016年6月にソニーレコードから発売されたデビュー。シングル、サイレントマジョリティで、グループ最年少の14歳だった。2016年6月、欅坂46のドラマ、徳山大五郎を誰が殺したか、で女優として初挑戦。山大五郎を誰が殺した徳高8、現在、彼女は常に真実を見つけようとする賢い学生の役を演じて、その演技力を明確に示しています。欅坂46のセカンドシングル、世界には愛しかない、2016年8月発売には平手のソロ曲が収録されている。2016年10月8日、毎年恒例のガールズアワード2016オータムウィンターファッションショーで彼女はランウェイデビューを果たしました。2017年1月、渡辺里香、同じく欅坂46と共に女性ファッション誌、ラルムにモデルとして初登場。ハイブジャパン傘下の芸能事務所、ネイコが8日、公式サイトで、所属していた元欅坂46で女優の平手友梨奈、23、との専属契約を終了したことを発表した。サイトには、ナイコよりお知らせ、というタイトルでお知らせを掲載。この度、平手友梨奈の専属契約が終了いたしましたことをご報告させていただきますと発表した。さらに、これまでのたくさんのご支援、ご声援に心より感謝を申し上げます。今後につきましても、弊社は新たな環境での飛躍を引き続き応援してまいりたいと存じますので、皆様におかれましてもこれまで以上のご声援を賜れますと幸いですとしている。ハイブジャパンは、BTS や&チームなどが所属している韓国の芸能事務所、ハイブの日本本社。平手はナイコに初めて所属したアーティストだった。